巣穴から現れたオグロプレイリードッグの親子、イスラエル南部にあるジュラギの石灰岩に残された、甲殻類の巣穴ロシア、クストボ近郊のボルガ川の岸辺に作られた鳥の、巣穴巣穴は、動物が居住に適した空間や一時的な避難所と、するため、あるいは移動の副産物として地中に作る穴もしくは、トンネルである。巣穴は、捕食や風雨からの避難場所となるため、 生花の中で穴を掘る動物は非常に多い。また一般的にある種の生根化石として保存される。巣穴を作る動物の例としては、多数の哺乳類、両生類、魚類、爬虫類、鳥類などの多昆虫、蜘蛛、ウニ、甲殻類、ニマイガイ、ゼンムシなど、多数の無脊椎動物も含まれる。各動物が構築、使用する巣穴の機材は非常に多様である。 この中で哺乳類はおそらく最もよく知られ、特に食中目のモグラ、ホリネズミやウッドチャックといったゲッパ類が特に有名である。ウサギ科の種はよく知られたホリアナ動物である。一個体のウッドチャックの巣穴を形成するのに2 0ラムの泥が排出されるとの推定がある。ミーアキャットのような食肉類や有体類も巣穴を作る。おそらく最大のホリアナ動物は 北極グマであり、雪もしくは地面に三室巣穴を作る。鳥類の巣穴は柔らかい土壌に作られることが多い。ある種のペンギンや他の氷衛性の海鳥でこういった巣穴がよく見られる。マゼランペンギンはこのような巣穴を作る鳥の一例であり、チリからアルゼンチンにかけてのパタゴニア地域で海岸沿いに巣穴を作る。他のホリアナ類としてはツノ類、カワセミ類、 ハチクイ類がいる。巣穴は多種多様な機材で作られる。カンガルーマウスは細かい砂に巣穴を作る。海鮮の原因となるヒゼンダニは感染した動物や人間の皮膚に巣穴を作る。シロアリは樹木に巣穴を作る。ある種のウニやニマ以外は岩石の中に巣穴を作ることができる。数センチメートルの単純な筒状から、 ウサギのもののように内部で相互に連絡した複雑なトンネルや棒を持ち全体で長さ数百から数千メートルに及ぶものまで存在する。ありがとうございます。